い、しおみんでございます。ですね、今回の動画はですね、梅田のランチを5つ紹介していきたいと思っております。これはですね、梅田で働いてる人も住んでる人も、いると思いますし、またですね、梅田に旅行に来られる方もいると思います。そのために有益な情報になればと思ってお届けします。またですね、梅田のランチポイントって5つじゃ済まないと思いますということですね、パート2、パート3もそのうち作っていきたいと思っております。ではしおみんはパート1でどんなお店を選んだんでしょうか。それではどうぞ。